なんだこれ取っちゃおうかな。何お兄さん下まで氷なの。午前中にサブイを釣って午後から黒磯の公園前に移動してきました。ここは例年ナブラになっているぐらい群れ合いの多い印象なんですが、群れ合いを釣るイメージで自分の斜め下からやや上流を張らず緩めずで釣っていきました。自分の目の前を鮎の行く方に優先する釣り方です。一匹目かかった時にあれって思ったんですね。割と追ってかかったんです。でかい。開始 2,3 分ぐらいでこいつがかかったので泳がせていきます。次もそうだったので、これはもしやと思って石をコントロールしながら引きずり気味でやっていきました。すると読み的中って感じでした。そして追われてるんだけどだいぶ待たないとかからないっていうのも分かってきました。オッケーオッケー。周りを見ると竿を立てて泳がせています。おそらく完全な泳がせだと野鮎に追われて待たずに逃げてしまっていて残っていたと考えました。筋を変えながら引きずり気味にして釣り上げるように引いていきます。順調にかけられてます。ただ上下に人が並んでいるのでこの場所は動けないので少しずつ筋を変えてやっていきます。午前中のサブイは2時間ぐらいで5匹だったので結構厳しい釣りをしてきました。ここの黒磯の公園前は型が揃っていて20センチぐらいが平均でした。徐々に沖を攻めていきます。これも型が良さそうです。沖まで攻めたのでさっき釣り残した手前の石の脇を通したらかかりました。ある程度大アユを取ったなと思ってから群れアユ狙いに切り替えました。群れアユにおとりが入ったなって感覚は急に糸吹きが出たり軽くなったりゴニョゴニョそこに居ついたり四方に急に泳ぎ出したり群れに入ったなと考えてそこから抜け出さないように張らず緩めずをしていきます。今度は上流の背に入りました。さっきの釣れ具合だとこの大きい石一つ一つ釣れ残しがもしかしたら残っているかもしれないということで細かい筋を
通していきます。やっぱりいました。石の頭にいたようです。これは結局バレてしまうんですが、読みは合っていたと思います。ここは先ほどの瀬より上流の肩になっている浅い瀬です。ここも一つ一つおとりを通していき、釣れ残しを狙っていきました。手前の筋でかかりました。これ12だから、佐藤さんに見えたから12です。感じてないのかな、夕食はホットサンドで、間にチーズとハムにして、玉ねぎドレッシングを味付けにしました。2016年からやったんで、4年、5年か、はい、小林さんに何か食べたいものある？つかない。この川でのホットサンド生活は4年目を迎えます。来年全く分かんないからな、もし大会あれば。本当だね。うちの親父、おふくろと同い年の昭和9年前だから。やばいこの虫、やばい虫だ。こんなの初めて見た。ちょうどカゲロウの羽化の時だったみたいです。このハムを餌にしてナマズとかウナギとかかかればいいなと思って、鈴の音を楽しみにしながら夜を過ごしました。よし、朝になりました。2日目の朝行に続きます。